j w a v e w o w m u s i c をお聴きの皆さんこんばんはワニマのベースボーカル k e n ですこの番組は毎月一人のクリエイターがマンンスリーーープレゼンターとしてナビゲート毎週すごいと思う音楽を紹介してそのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしています5月のマンスリープレゼンターは東京都在住熊本県出身ワニマのベースボーカル k e n です いつもは本当あの富士甲信、健太でワニマの3人でも1一つなんですけどもうワニマ3人を代表してきてるのでまあ僕がこう一人で喋ることないのですごい緊張してるんですけど今こう感じてるのはこうメンバー2人がこういない方がすごいリラックスするんやなっていう <laughs>。 <laughs> いう感じはしてるんですけど、まあ、僕がもう本当会いたい方にお会いできるってことですごく今日は楽しみにしてきましたありがとうございます今日はラッパーの AK69 さんをゲストにお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。 初めましてなのでマインドとかモチベーションとかをすごい AK さんから聞きたくて今回この5月僕がマンスリーで出れるということでお会いしたことない方にお会いしていきたいなっていうのでめちゃくちゃ楽しみにしてきたんですけどもうライブよりもテレビで演奏するよりも緊張できるの一睡もできんやったからすごく今緊張してるんですけどでもめっちゃ楽しみの方が上回ってる感じですはい。<music> JWAVEWOWMUSIC。J 今日はラッパーの AK シックスティーンナインさんをゲストにお呼びします。お願いします。よろしくお願いします。初めまして。いやはめましてですね。光栄です。いやめちゃくちゃ嬉しいです。いつもテレビで見てる。いや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 ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。それやめてください。僕ずっと本当お会いしたくて。いやいやいや。AK さんのマインドだったりモチベーションだったりをめちゃくちゃ聞きたくて。ええその大したもんじゃないですもんね。あと AK さん七十八年。 うん、式まあ AK さん78年なんですけど、うん、僕あのずっとやってきたレフラーっていうブランドずっと一緒にやってきたんですけど、うん、レフラーのブランドのディレクターさんが AK さんと同い年なんですね。うん、でそううのディレクターっていうのは僕がもう18で東京出てきてからずっと面倒を見てくれてる、うん、兄貴とかも,も東京の父親みたいな存在の方で、うんうん、その方がずっと AK さんのもう名古屋のラッパーはすごい今。 ずっとかっこいいぞと、車の中でも AK さんの聴か曲を聴かせていただいたり、マジで、AK さんの武道館にこう見に行かれてたりとか、ずっと聞いたのでそのなずっとそうやって育ててくれた人がそうやって言うアーティストの AK さんなんでめちゃくちゃ今日緊張して、俺昨日一睡もできなかったんですよ。やめてよそんな。もうテレビ出るよりも、もうライブするよりも緊張で。いやいやおてがさい本当にただのね。 変なおじさんですよ。いやいやいや。<laughs> いやいやもう A.K. さんがただのおじさんやったら、もうそこら辺にいる人たちやばいっすよ。<laughs> いやいやなほだ。<laughs> 俺もねその健太くんがねあのこうやって対談をの希望してくれてるっていうのを聞いて、えーと思ってワニマの健太く君が俺のこと知ってんだと思って、すごい嬉しかったもんね。いやもうやっぱこう本当にお会いしたか。 たんですよやっぱこう何<ー>ていうんですかねす AK さんの生き様だったり、うん、ずっと DVD を見たり、うん、こう曲を聴いたりして AK さんの生き様だったりそ姿を間近でちゃんと見たくていやいやあれねちょっと待ってくださいよ <laughs> い,やいやでも,めっ,ちゃもうなんかめっちゃ緊張してますけど。<当>はいいろろい <laughs> まずは AK さんのの音楽のルーツですね <laughs> お伺いしていきたいんですけど初めてこう音楽と出会ったのって何歳ぐらいですかどこの時点音楽っていうのかそう、ね、なんだけど自分で CD を買った、はいまあ、音楽を初めてお金出して買ったっていうのは、はい、小学校の時にトンネルズさんの「ガラガラヘビ」がやってくる、はい、あれテレビでね。はい ああトン「皆さんのおかげです」っていう番組、はい、でそれはあの発表されて歌詞が知りたすぎて、はい、で覚えたくてあの CD のシングルこの長細いさまだあのパキって割れるシングル版があったんだけどかりますそれを買いに行ったのが一番初めかな、うん、でもなんかその音楽のメッセージやられてはい、はい、なんかその自分が本当に影響を受けた音楽っていうのは中2の時の尾崎豊さん そこで完全にやられたね幼なじみの同い年の友達が家で聴いててでそれで聴かせてもらって、はい、衝撃受けたね尾崎さんあ、そ,うなんですね、その頃もう本当亡くなる直前に出した「放熱の証」っていうアルバムの中の「汚れた絆」っていう曲があって、はい、思春期のね自分にべぇし刺さってさ「俺もこういうことやりてえ!」と思ったのが。はい そ,その時だったね,ね、うん、小崎さんはもう僕最近本当最近ですね僕そうなんだねそうそう熊本県の,あの天草って言って人口がもう2,000人ぐらいの東京で言うたら、うんえー、新木場コーストぐらいのキャパの祭り <laughs> なんですけど。<laughs> 小小ささい町すぎるでしょ <laughs> あれで全部人口が埋まるぐらいの、まあ村,うん、村っていうかまあ町で育ったんですけど、うん、だから情報が本当に入ってこないような町だったで東京出てきてからいろんなこう音楽を知るようになったんですけど、うんうんうん なるほどね。そう名張りまだね残っとるもんね。そうなんですよ。俺は人のこと言えるんだけど、完全にねあのマイナーあのメジャーなあの都市の人ではないなっていう。そうですね。あの敬語やとはあんまり出ないんですけど、あの喋っていくうちにバレるというか、ちょっと田舎さみたいな田舎草さ出ちゃうって思うんですけど。いいことでしょう。ありがとうございます。健太くんは音楽やりたいと思うような音楽って。 どこだったの出会ったのはもう最初はもう中学校の,その小さい町での文化祭でバンドを演奏するっていうのがもうほん初期衝動の最初でへえそうですね、うん、その時はコピーでコピーあもうコピーやったんですけど、うん、もう情報がなすぎて自分たちでオリジナルで曲を作ってへえ<ー> パチンコ屋の跡地をですねパチンコ屋の店長が夜逃げしたんですよ、ね。<laughs> でそこの土地がたまたま僕の親父の持ってた土地やったので<ー>パチンコ代を全部自分たちで出して<ー>そこを平たくしてテーブル作ってお客さん入れてライブとかしてたんですけど <laughs> すごいね <laughs> そうなんですよ初めからねすごいなんか自分たちでやっちゃうんだね。自分たちでやらないと誰もやってくれなかったので全部卵パックを貼って。 自分たちで張ってですね、お客さん、<ー>もうじいちゃんばあちゃんしかいないので。うもうじいちゃんばあちゃんはイヤホンでこう音楽、あのテレビ見ながら、俺の音がうるさすぎて。<ー>近くでやってましたね。<laughs> 自分たちで作る。そ,そうなんで文化祭が最初です。一番初めに憧れたアーティストは誰だったの?。<laughs> 僕そのバンドやってるんですけどヒップホップとかレゲエが大好きやったんですよへえそうですだから自分たちのツアーとかでもヒップホップのアーティストをライブに誘ったりとかバンドあんま聞いてこんやったんですよねあそうなんだへえだから例えば僕熊本出身なのでその当時ガキレンジャーとかガキレンジャンすごいねワニワにそんな影響を与えてたなんてねそうですね2人聞いたら喜ぶと思うそうねでツアーにお呼びしたりとかそうですね AK さんといえば、うん、あの世界有数のえヒップホップレーベル、うん、デフジャムレコーディングスと契約されたわけですけど、うん、AK さんんにととってこのデフジャムとはどんな思いがあるまあ俺17歳でヒップホップ出会って、はい、でも本当にレコードめっちゃ買ってて当時この DJ 以外ラッパーでも曲を知ってないとダサいみたいなのが、はい、すげえ名古屋のヒップホップ、はい、文化でそういうのがなんか根付いてて、うん、だからもうラッパーもみんなレコード買ってもう DJ と同じように曲 僕を知っっっててるいう状態だだたんだけどレコードを買う時にだからもうさ当時まあ視聴できるけど、うん、できないやつもあるしもうジャケ買いみたいなジャケがい、うん、ジャケでこの選んでいく時にデクジャムのあのプロモーションプロモ版 と、はい、とりあえず聞いいこうみたいなうまあその時からもう本当にデフジャムのあのマークっていうのがロゴっていうのが俺たちの中でもヒップホップの中のもう金字塔うんなんもう看板だったから,からそこに、まあ、ずっとだからもうヒップホップ志した時からもデフジャムってあって、はい、ヒップホップ目指志してる人の中ではもう特別なこの存在だったんだけど、まあ、それが、ね、日本に来てでデフジャムジャパンってもう20年近く、まあ、15年ぐらい前かなその時にあの自分の盟友でもある、ね、もう亡くなって なっっちゃったラッパーなんだけどはい、はい、そのトコナクスが、はいまあ、名古屋からそのデフジャムジャパンとか契約をして、うん、でその当時、まあ、俺はまだそんな日の目を浴びてなくて、はい、でもその時の俺をその常滑がファーストシングルに呼んでくれたのよ。はいまあ でまあ、その時俺当時カラシニコフっていうシンガー名義の方で呼んでくれて、はいはい、でそれがファーストだったんだけどでもまあ彼はね志半ば、まあ、その後他界しちゃうんだけどでそこからまあね十数年時を経てこのデフジャム復活の話をいただいてなんかそのもう自分もこの独立したタイミングだったしなんかすごい特別なものを感じてで、まあ、やっぱり俺その,その当時常滑と話してた。 このデフジャム、まあ、俺は入りたくても入れなかったでそのすごい契約を友達が決めたですごい嬉しい反面、はい、すごい悔しかったのも覚えてんのよでもそんな俺をファーストシングルで呼んでくれた。 ナメと,との思い出っていうのはすごいデフジャムにすごい詰まっててで俺はもうメジャーレベルに正直ね今まあメジャーのね担当の方いるところっていうのはあれなんだけど全く興味なくて、はい、っていうかもう俺はもうそこまでメジャーに行かずになしえたっていうのがやっぱ自分の売りでもあったしはい、はい、もう今更メジャーに行くとかなんてその正直どうでもよかったんだけどデフジャムってことにすごいこだわりがあって。で俺がそのデフジャムを やっぱ十数年の時を経て、はい、常滑の思いも背負って復活させるっていうことにやっぱりなんかすごいドラマ感じて、うんはい、でデフジャム契約っっったたていう感じだったんだね僕もその今メジャーレベルの方いらっしゃるんですけど、うん、やっぱこうメジャーのアーティストとかこうやっぱり用意されたものの中でやっていくじゃないですか。うんうん もう、エーさんっていうのは、こう、お膳立てだったりがない状態で、自分でこう、決めて。やられてるのが、僕すごく、この、お会いしたかったというか、どういうモチベーションだった、マインドだったり。今、お話聞いてても、それがわかるので、まあ、僕も、僕は自分に、こう、言っていただいてる気になってるし。今も、メジャーアーティストの全員に聞かせたいです <laughs> 用意してくれるんだったらね、助かるんですけどねい<や>。本当だあの、メジャー入っても、その、まあ、今、ユニバーサルさんでね、お世話になってるけど。 もうレコーディングでもねすごい言われるとこういうの作ってほしいとかねこういうのしてくれとかここはちょっとこうだとか何にも言ってくれないんですよ本当にな何か言ってもらってもいいですかっていうぐらい何にも言ってもどうぞお任せします本当ね多分あの手のかからないアーティストだと思うんでねすごいいや勝手にやってくるみたいな今もう全員メジャーレベルの方下向いてますけど まあこんなおこがましいけど全国になってから長いんだよねはい、はい、でも今こうやってまだこうやって波を作ってもらえてるのも、はい、レーベルの人たちだったり事務所の人たちが、ね、動いてくれてるからっていうのは、まあ、常に感謝の気持ちではいるんだけどね。はい もう好き放題やってますよ。はい。いやその気持ちだったりが僕もこう18で熊本から出てきて何もない状態から出てきてこう AK さんを知るようになって、そういうのはすごい僕も勇気をいただいたんですよね。はい。何もないとこからでもやっぱこう気をつける自分が負けなければっていうところ。はい。すごくありがとうございます。恐縮です。そんな AK さんの音楽人生に特に影響を与えた一曲を教えてください。 崎豊の二つの心」っていう曲なんだけど、はい、恥ずかしいんだけど、はい、オーディションをさ受けたことが中学生の時に尾崎さんに影響されて俺も歌いたいと思ってその時ソニーかなソニーのオーディションにこの「二つの心」を歌って、はい、カセットを送ったことがあるそんな思い出の一曲なんだよねすごっこれほかでは言わ,れ言われてるんですかいいやあんまり知られてないと思うね めちゃくちゃゃく貴重なことあるす, <laughs> <laughs> すごい楽曲の話をお伺いしたいんですけども、はい、僕のこうイメージだと AK さんはこうアスリートだったり格闘家の方がこう入場曲として多く使われてるイメージがあるんですけども、うん、そういった方々にこう支持される心をつかむ。 ととといったこでで何が理由だとお考えですかそういう方に響くように作ってみようとか思ったこと一回もないから、はい、後々こういうことを知ってすごい、まあ、自分でもねすごい光栄に思うし、はい、まあびっくりする部分もあるんだけど、はい、でもやっぱりその自分の中でねどうしてなんだろうって考えた時にやっぱもう自分のこのドラマを歌ってるっていうことその自分のドラマっていうのがやっぱり常にこの戦ってるマインド だかからっってていいいううののが大きいのかなっていう、まあ、リスクとかもやっぱり全部自分で背負って、はい、で、ね、やっぱりこういうエンターテインメントの世界って答えがないじゃん。 音楽で、ね、これをこんだけ作業したらこんだけの成果が得られますこんだけ売り上げ上げたらこれだけ利益が出ますとかねそうやって計算できるものじゃないから形がない答えがない時代によっても,このもうぐるぐる目まぐるしく変わるしみんなが待ってるものっていうのもだから本当にすごいい浮き沈みの激しい業界だと思うんだよねそういう中でやっぱり自分もやっぱりその閉塞感だったりとか停滞感感じたことであとこのね今俺落ちてってるなっていうの 感じたこともあるしやっぱそういう中で自分を奮い立たせるしかないっていう、はい、まあそういう場面でやっぱり自分はみんなが無理だって思う挑戦をそういう時だからこそしてきたわけよ。うん、でそれって口で言うのめっちゃ簡単なんだけどものすごい怖い怖んだよねただでさえもう失敗するかもしれない、はい、もうちょっと自分がうまくいかなくなってきてるっていう時にみんなが反対するような挑戦をするっていうのは本当に怖くて。はいうん だけどやっぱりそこをやるって決めて自分を追いつかせる現状の自分を追いつかせるための努力を惜しまずやってみるっていうその本当にリアルにその状況に自分をした時に生まれる言葉ってそれこそね言霊になると思うんだよね、うん。 だから俺は自然と、まあ、自分のことを歌ってるんだけど、はい、ただの言葉じゃないその魂の乗った言霊になって自分と今向き合って戦ってるっていう人におの、まあ、ずと響くメッセージになってるのかなーってね僭越ながら思ってんだけどね。自分で歌われていて、うん、自分に歌われてること,と,こともありますかそううだだね。もう自分だね。も自分 もうヒップホップの,この特徴でもあるけどはい、はい、全部オレオレソングっていう <laughs> なんか誰かに向けて歌おうっていうのは女ぐらいじゃないですかねあとはもうほぼほぼオレオレソングですよはい、はい、もうヒップホップっていうのは <laughs> <laughs> 俺,こん俺こうだからっていう <laughs> そういう感じなんだよねだからもう人に向けて応援歌みたいなのを歌ったことは一回もないね。うん 健太くんは逆にその自分たちに向けて歌ってるの。はい、お客さんに聞いてくれてる人とか仲間に向けて歌ってたりするの。ま自分に歌ってるとこもあるし、やっぱライブに来る子たちっていうのもあのワニマ若い子たちも多いんですけど、やっぱもう普段やっぱすごく戦ってる僕らが知らないところで。 大丈夫じゃないのも知ってるし頑張ってるのも分かってるからこうライブとかワニマの音楽を聴いてる時ぐらいは気休めてほしいなっていうのがあるのでお客さんのこともすごい意識はするんですけどやっぱ自分がどういう人間かっていうのをワニマがやってる音楽で証明したいなってとこがあるのでほんと、はい、ワニマの音楽ってあれだよね人柄が出てるよね音とそのリリックにも。 なんかまっすぐな人たちなんだろうなっていうのはすごい感じるね。嬉しいです。これでねじ曲がっとったらやべえけどね <laughs> <laughs>、はい。あの AK さん曲作りとかされるときってどういう感じでこう曲を作られる？僕の場合はこう曲をまあサビだけできてそれを広げたりとか、うん、頭の中で浮かんだのをもうスタジオで三人で大きい音鳴らしながら作るんですけど、AK さんはどう,いう感じ？ギター弾僕はあのベースボーカルなんですけど、うんもう本当ベースでルートで。 頭の中にあるイメージをス,でうスタジオでを大きくドーンと出すんですけど<ー>だから結構本当にアナログというかやり方が原始的なんですよね。んういう感じで曲を作られてるんやろうないや俺ね結構いろんなパターンで、はい、でも基本的にはテーマ歌いたいテーマが頭の中にあってはい、はい、そのテーマに合うオ、OK、ケをプロデューサーに頼んで、はい、リストの中から自分が選ぶ時もあるし。 その自分の身近にいるプロデューサーにイメージを伝えて作ってもらうっていう場合もあるし、うん、まあとにかくそのテーマに合わせたオ、OK、ケを選んでそのオ、OK、ケを聴いてそこに歌詞をはめていくっていうのが基本的かなでもたまに頭の中にそのメロディーが鳴って、うん、でそれを自分でこのボイスレコードとかに取ってでそこにオ、OK、ケを指示出して作ってもらってっていう時もたまにあるけどね。携帯ですか紙ですかノートですかか紙ノノートに書、ね、ノートト、うん 俺携帯だだとね歌えなくなくるんだよねはい、はい、行とかもさもう入り乱れてんだけど書き直してここ上に書いて下に書いてとかすげえ飛んだりとかしてんだけどそれがねなんかフローの説明書みたいな感じになってんだよねはい、はい、よくラッパーのことを携帯見ながらやられるよりも,もちゃんと歌詞を、うん、俺はもう譜面台にノート置いて横目で見ながら歌ってるね。 時は、うん、あの、僕の場合は、もう、こう、なんか、結構ジンクスがあったりして。うんうん、その時にはまってるもの、例えば。あの、何々を飲んでとか。<ー>こう、それで、はまってるしまうと、もう、それしかやらなくなっちゃうんですよね。うん、変な、こう、決まり事を自分で作っちゃうんですけど。エえ、うん、さんの場合、こう、机に向かって、かからいますか。いや、俺、もうね、めちゃくちゃ自由だよ。フェーズによって、行動が違うっていうか。あ,あ。風呂を出す時、だいたい座ってんだけど。はい、でも、そう、歌詞考える時って。こうやって考えると。 もう固まっちゃって次のインフムそのインのことしか考えられなくなっちゃったりとかしてこの全体をねが見えなくなっちゃうから歌詞考えるときは結構ね歩き回ってるねこのブースの周りとかそのレコーディングスタジオを歩き回って音楽聴きながら歩き回ってることが多いかな作詞部屋みたいなのないんですないね家ではもう考えないねあもう外で唯一まあそのスタジオ以外で考えるっったら車かな たまに車、その自分が好きな、そうそう、俺車めっちゃ好きだから、車の中でやっぱ音を確認したり、インスピレーションを沸かしたりとかするから、たまにそのお気に入りの景色のとこに止めて、停そこで考える時もたまにあるけど、でもほとんどスタジオだよ。あ、そうなんですね。よく海外のこうヒップホップの方たちがこうもう乗りというか、まあパーティーしながら、それも全然あるよ。友達のだから俺友達がもう横で酒飲んでわわしてても全然進めれるから。 それ見たあのウーバーワールドの拓哉が「ラッパーってすごいっすね」っつって言ってたんだけどはいはい、はい、そこはやっぱもうバンド文化ロック文化にないとこではあるのかなと思ったんですよね、うんうん、日本の友達はもうスタジオでパーティーしてて「はあ、はい!」のかで「ではあ!」とかで喋りながら飲んで俺も「ラー」って言て言いながら「あ思いついた」とかでバーって書いて「ちょっと撮るわ」って言ってヒューって言って撮ってでまた出てきて喋って「あ!」って喋ってるけどその最中考えててでまた思いついたら書いてみたいなそれで全然進んでいくねん。 <laughs> もちろん一人でやってる時もあるんだけどいろいろ本当一周回ってたけどねストイックにも一人で向き合ったりとかフリースタイルで撮ってみるみたいな時期も若い時あったりとかしてでもやっぱりプリプロしてきっちりちゃんと作り込んだ方がいいってなって真面目にやっていろいろ一周回ってもう今は超リラックス。 うん、どういう状況でも,もうリラックスするっていうのが一番だなっていうので作ってるよねはいそしたらあの新曲の話についてあのお伺いしたいんですけども、はい、アイム・ザ・シットとバッシンについてあのどんな工程で進めていかかれたかそうだねこれはもう本当にイエローバックスとあとまあこれプロデューサーの DJ オっていうのがまあ同胞のね東海エリアで。 やっぱ一番ヒップホップの輝く瞬間ってやって文脈が光った時なんだよね、うん、でこの「イエローバックス」っていうのは、まあ、今本当に飛ぶ鳥り落とす勢いで上がってきてるラッパーなんだけど彼が小5の時に初めて俺のターニングポイントにもなった「ディンディンドンっていう曲があって、はい、それが2007年なんだけど、はい、けその頃彼はね小学生で,でお姉ちゃんにそれを聴かしてもらって。はい でそこからヒップホップっていうのを知って入ってくんだけど、はい、彼と今ねこうやって一緒に、はい、このその時に衝撃を受けた「ディンディンドンをサンプリングして、はい、DJReo と一緒にやるっていうこのねドラマがこの一番ねこの曲のポイントなんだよね。ここのこのイムザシ 最新曲の方はさっきも話した「トコナ X」っていうもう亡くなった俺たちの盟友の「トコナ X」の「東海テ王っていうアルバムの1曲目に入ってた「ZayOnTX」っていう曲を今度はサンプリングしてれとまた第2弾をやったっていうドラマっていうのかなそういうのが宿ってる曲ってやっぱなんかね違うんだよねっ。っちゃんと やっぱつながってますね。天童展がこう先日じゃん全部繋がってね。そうだね。そこがね大事ない。かっこいいやつ招いてかっこいい曲できましたっていうことだけじゃない。それをね超越するドラマみたいなものが曲に備わってたときにヒップホップってめっちゃね光をね放つっていうまあそこがヒップホップのかっこよさでもあるんだよね。それがもう凝縮されたような曲だね。うん、ありがとうございます。おっす。ありがとうございます。ライブで心が動かれていらっしゃることありますか。 心がけてることね、はい、まあ全部だけどね、はい、やっぱりその演奏すればいいっていうわけじゃないからはい、はい、でも声の破壊力っていうのは気にしてるねやっぱり自分で、ね、声しか武器がないから、はい、自分の中で通る声の出すためにしてることっていうのはすごいあるね、はいはい、うん、これもいろいろね一周回ってたどり着いたことなんだけど、はい 今まではもうやっぱりその特に大きいライブの時はセットリストを張り出して会場入りする前にまずトレーニングして会場入りして会場でも走って本番前そのセットリストを張った紙見ながらパンプアップしてで1時間誰も入ってくるなって言ってもうずっとこのライブを想像してずっとセットリストにらみつけて。 で、お祈りしていくっていうルーティーンがずっと続いてたんだけど、はい、それって自ら自分をこの硬くしてってるっていう。でも、最高沸点に行ったところで、ステージ上がったらさ、もっと波長する。だから、もう自分を捕まえることに必死になるわけ。前半、はい、もうどっか行っちゃいそうになる。<laughs> 自分緊張と興奮でもうおかしくなってしまう。自分を一生懸命も捕まえてるみたいな。うん、だか1曲目もね。サングラスしながらこう思って。 わーっと下がり出てきてき <laughs> シェフスナイプポーズとかしてやってるけど心の中で「ちょっと待ってちょっと待って」ってずっとなってっから <laughs> <laughs> それがすげえよくねえなと思って <laughs>、はい、でそれも本当いろいろ考えた時に。 リハのこと思い出して、はい、リハの時って本当に笑って普通に「ファインちゃん歌ってみようか」ってパッて歌うしそれだと思ってで俺ツアーにねあのマッサージ師とかも帯同してんだけどはい,、はい、でいつもその副交感神経が働かないように、はい、その交感神経優位にするマッサージをしてはい、はい、でパン,パンプアップして出てってたんだけど、はい、逆にもう眠たくなるぐらい副交感神経を優位にしてもらって、うん、針とかまで打って、はい、もう眠っても帰りたいみたいな状態にしてもらって。はい で、みんなとも笑って喋って、で、もう一人になる時間も作らずで、もうリラックスしてよし行くかって言って行くとちょうどこのステージだった時の興奮といい感じでここがさタイミングがあってで、最高潮で出ていけるみたいなそれをなんか見出してそれが一番ストーンって伸びるっていう声が出やすいっていうことも分かってそこにすごい。 あの一番気をつけてるかな、うん、やっぱり声が乗らなかったら全てパーになっちゃうから自分は声が楽器っていうところでは、うん、そここはすごいナイーブになるるところでもあるよね僕らもライブ始まる前にこう僕は特に1 0キロ走ったりとかギターのやつもめちゃくちゃ筋トレしてドラムも僕の,、うん、あの後ろをついて走ったりとかして<ー>普段ずっと。 やってることをライブ前もやるというか、もうライブ前が本番ぐらいの気合い入れすぎて、うん、で本番に結構あのそう力んじゃったり、うん、ダメになることが多くて、<laughs> 僕らドームで、うん、あのワンマンをしたときに、うん、ツーデーズワンマンしたときに、一日目にまあま夏やったんですよ、うんで。西部ドームってめちゃくちゃ あの熱,くて熱がたまりやすいっていうのを聞いててでお客さんもすごいしんどかったんですけどメンバーがそのドラムのフジっていうんですけどフジがランニング走りすぎて本番中に脱水症状を起こしてそうなんですよで。でなんかビート今日重いなと思ってたらもうフジがドラムのやつが白目もう,もう倒れそうになってってやばいなこれと思ってもうビートめちゃくちゃレゲエかっていうぐらい遅くなるはず。裏打ちみたいな。 <laughs> 公開はしてないですけどあの、うん、その後アンコール終わってすぐ救急車で運ばれて、えー、そ,うそういうこともあったあやり切ったんだ一応やりきったんですけど気合だ、ね、気合でやりきったんですけどお客さんより先に倒れるっていう。 だから今 AK さんの話を聞いたってすごく思いましたリラックスしてやるとねすごいいよでもやっぱ AK さんしっかり毎日トレーニングとしっかり準備しての本番もあるのでその安心するためにそこまでもうすることねっていうぐらいリハーサルも超するしそれで安心するっていうのはあるけどね俺もすごい心配性だから。 やっぱりね不安だしいろん,んなこと気になるしでもそれがもう気にならなくなるぐらいやってきたからもう寝てても出るぐらいもう染みついてから大丈夫だって信じ込ませてリラックスするっていうところに持っていくようにしてるね最近は、はい。僕あのライブも DVD も買って見させていただいたんですけどあの最近のオンラインライブの「ライブリブそれも名古屋」を見させていただいて。 すごかったし名古屋城バックでやられてる、うん、すごかったんですけどやっぱあれも結構再三度返しというかそうだね<も>やっっぱももうかますって決めたらいつも赤字だね、うんうん、でもやっぱりそれだからこそ伝わるものとか、はい、その作り出せる世界観があるから、うん、まあそこはなんかあのその投資はずっと間違ってなかったなって思ってるねはい、はい、自分では。はい めめちちゃゃく楽したんですよね僕もあの照明とかも名古屋城すごかったんですけどやっぱ最初からさのでこ見てて楽しめたというかすごい。えしいさっき言っても「i f f i d i e ですね「FuturismZONE」さんの曲のとこのやっぱ前のとこの AK さんが話した MC やったりとかが AK さんっていう人の存在がすごい僕は感じちゃって。 ええ、AK かっけ。<laughs> <laughs> <laughs> 俺はもう、あれ見返すと恥ずかしいけど。いやいや、僕はこう、やっとることがかっこいいなっていうのはすごい。僕もオンラインやって、大変さすごい分かったですし。やっぱあの D. V. D って、本当発売してくれた。い, <laughs> いやいや、でもねこういう時だからこそね、今もう本当誰がっていうわけじゃなく、みんながね。やっぱり、このコロナ禍で、すごい影響を受けてて。でも自分たちもね、もう取り沙汰されてないけど、俺たちのやっぱり打撃たるや。 すごいことをもう一番後回しにされるジャンルというかでも自分たちはエンターテインメントエンターテイナーでありそれをね提供する側としての何か誇りというか商売とかじゃないっていうやっぱりその使命として奮い立たなきゃいけねえなっていう気持ちで作ったライブだったね。ももっっととやりたたいこともあったんだけど正直 あの時点ではややれれることをやれたかななっってていうライブかなと思ってるけどね毎回その日に何ができるかっていうのはもう全部やられてまたそれを見返されて次にまた更新されるっていうのがなんかどこ,どこ切り取ってもしっかり説明できるっていうのを僕もライブでしたくて全部自分が責任持つっていうのはそういうことやと思ってたのでなんか AK さんのそのライブを見とってもしっかりここを AK さんが考えて照明から一から全部やられてるんやろうなっていうのがすごい見えてそうだ、ね。 ね、じゃ、マジ大変だけどね。いや、もう本当に証明とかやばくないですか。いやいや、証明よ。で、しかも、あの、皆さんね、もちろん、あの、日本代表するね、プロの方々で。リハーサルの時とかに、そのシミュレーターでさ、組んできてくださる、あの、ものを見て。ダメ出す時の、その、空気のね。いや、そうなんですよね。まず、全部ダメから入るから。 もうそこでねもうそのの組むのも時間かかるわけですよ<ー>でもそこで「いやこうじゃない、うん、もっといいの持ってきて」とかそんな指示はプロの人たちを動かせれないのそうです、ね、だったらどうやってやれって言うんだよっていう、うん、そこで「いやこういうふうだこ,こ,をこ,うこのシャーピーをこの角度でこうやって打って。うんうん でレーザーをこっちの角度にこうやって飛ばすことによってこの空間を全部ここまで使ってほしいとか、うん、的確にこの曲はこうだっていうことを指示できないと、はい、ダメだからそれを、はい、全部一曲頭から全部やっていくんだよ。はいはい しかもスタジオってこうちょっと防音ちってになってるじゃないですか、うん、圧迫されとるから余計にシーンとならいませんけそ,そうそうほんにね心を鬼にしていや,もうやっぱりそれでみんなでいいものをね、はい、作るっていう、はい、最後に素晴らしいものができたっていうことが、うん、やっぱりあのクリエーターである以上そこがね救われどころだから、ね、やっぱそこまで絶対に言った以上は持ってくっていう。 ことでまあなんとかね関係成り立ってるというか、はい、助けてみんなで助けてもらってるけどえげさんあの BS 富士であの、うん、お話しされた「FadeToRed」です、ねうん、はい。僕も3回ぐらい見たんですけどあで <laughs> 48分の映像見たんですらしいドキュメンタリー作ってくれてねう、はい、<や>嬉しかったんだけどね。めちゃくちゃゃくいい でも AK さんのいろんなことが分かりすぎてもういろんな人見てほしいなって思ったっすね。あれはね本当自分で語ってないから周りの人が語ってくれてるっていうのがまたすごいね説得力というか我ながらああみんなすげえいいこと言ってくれてんなっていうもっっとと言ててくれ思いながら見たけどね僕は同業者としてもやっぱ AK さんのすごさをまた改めて再確認したし最近音楽 ヒップホッププホき始めたたさん知っっ方にも見てほしいなって思った<ー>同業者の方にも見てほしいなと思ったすそうだ、ね、もう一回こう本当にみんな音楽出たての時は熱い気持ちがあったんですけど途中でやっぱ薄れてきたり忘れてきたりするんですけどあの映像を見てアーティストとしてどうあるべきかっていうのも僕考えさせられたしやっぱり AK さんがこうずっとやられてるヒップホップに対する思いまた自分がどうして音楽でどうしていきたいかっていう思いもすごい伝わったからあれは見てほしいなと思いました。 感謝だよねここまでやっぱり前線で戦い続けさせてもらってるっていうのは今でもねアルバム今作ってて、はい、すげえアルバムができて自分ですげえと思わないとさそん,、ね、そんな人がねすげえと思ってくれるわけないじゃん。本当にこれまあ自分のもんだからね自分でいいもんできたって、はい、まあそれは思いがちなんだけど心の底から、まあ、なんか初期衝動の塊みたいなアルバムがまたこの後に及んでできちゃって。はい でもそれっっててななんんかすげえことだだ思うんだよねやっぱりこのマインド一つで人間ものすごい行動が変わるわけでひいてはもう体調までマインドでどこまでも究極持っていけるからずっと長いことやってて、はい、あもうダメかもしれんとかあもう何やってもなんかあんまり あのうまくいってた時みたいにリアクション返ってこねえなとかもちろんあったしでもその中でもやっぱりテンションを上げていって自分のやりたい音楽を作ってそれに興奮してそれでライブのこと考えてみんなの顔とか想像してそこでなんかゾワゾワってしてみたいなこれを今でもやれてるっていうのは本当に感謝でしかねえなっていう。 どういう状況になっても続けるっていうのはそれもそれですごいけどできると思うんだけど、はい、でもやっぱりその最前線でい続けてやり続けるっていうことを、はい、まあ野球で言ったらねイチロさんみたいに本当にすごいところで活躍し続けるっていう。 それって本当に自分の努力だけでは、うん、もちろん努力はもうマストで、はい、それプラスやっぱりそのチームに恵まれてたりとか、うん、いろんなそのドラマに恵まれてたりとか、はい、だから本当に俺ここでそんなに褒めてもらえるような。 もうクソなところも,もクソなところの方が多いからでもそのこの音楽に関してだけはやっぱり本当にリアルにぶつかってきたっていうだからその今まで自分のダメだった部分、はい、でガキの頃にねこのすごい道外してたこととか遠回りしたことだって、まあね、この音楽やり始めて遠回りしたこともたくさんあるんだけど、はい、それも全部含めて今のドラマになってると思ったらはい、はい、1> 俺1分も。 この元に戻りたくないっていうか一、うん、秒でも前に戻りたいって思わないもんね、うん、今が最高っていう、はい、いつ死んでもいいと思ってる本当に、はい、これはね、うん、死にたいとは思ってないけど、はいうん、いつ死んでも大丈夫だね、はい、って思ってやれてる自信はあるね池江さんの映像だったライブ生き様見ててやっぱ負けても終わらないのが人生やっていうの、うん、すごい僕も AK さんんから学んだことででもあったので、うん、やっぱ本当と AK さんの精神っていうのは僕が大切にしてる部分ともすごく近しいものがあったのですごいもう本当にあえてこう直接聞くと「いいややいや,いや俺もういやい AK さん言うやん」って俺もまだまだ <laughs> 俺まだデビューして6年、うん、6年、うん、もう7年経たないぐらいだと思うんですけどでもデビュー初めてだってやったまあ埼玉スーパーリーダーでしょ あま埼玉スーパーアリーナです。えぐいって。いやでもそれもあのお客さんのおかげと周りのおかげでやってたすのそのやっぱこう AK さんずっと長くやられてるのでもう一個一個やっぱ重みが違うというか。いやだからもう本当にあのその AK さんが言われたクソな部分も真面目な部分も全部見たいないやもう今度うちのスタジオ来てよ。いやもう全部教えてあげるよ。まあそういう感じでした。ポートレケンタ君とね酒飲んで喋ったらすごい面白そうだなと。 いやラジオじゃ言えないことたくさんありたくさんあるよもうもうねここまででかくなるんだよね本当に。そうですねもこれ全部カットされちゃうから。そうですね本当ね本当個人的にねはい個人的にお伺いしたいことたくさんありますねあります。はいはいコラボされたいアーティストとかいるんですか。もう夢レベルでいくとやっぱ JZ とあとドクタードレっていうプロデューサーがいるんだけど。 ドクタードレの音に乗ってみたいっていうのは、うん、ガキの頃かから夢かな日本人で言ったら矢沢永吉さんが本当に現役のうちに、うん、すっげえおこがましいんだけど俺も現代の成り上がりとしてそんな矢沢さんにはね到底及ばないんだけどそれでもやっぱりなんか俺矢沢さんはね俺の,その生きてきたこの人生とかを。 なもしも話をね少しでも聞いてもらえる瞬間があったら俺絶対になんか共鳴できる自信があるんだよね、はい、なんかすげえなんかふざけんなって矢沢ファンに言われるかもしれないんだけど、はい、でもなんかそれぐらいやっぱあの人ってしびれる生き方してるから、ね、しかもあの海外でさはい、はい、歌ってる姿とかも超かましてるじゃん。日本語なんだけどなんか英語に聞こえるなんかフレーズとかも、うん、あの年代のアーティストでそれ持ってるって。 ンだだと思うんだよねブレがないですもんねん生き方と。 今日初めてお会いして AK さん話したんですけどやっぱこう矢沢さんに通ずるものやっぱブレないとことか話しててやっぱすげえ感じんですよビシビシくるので本当ね矢沢さんと AK さんの対談とか見てみたいですねああそれね面白いそうです俺がそれ緊張して喋れんくなるんだよ AK さん矢沢さん俺ここにおさせ俺ここでこうやって聞いとくんねじゃお願いしますね。冷やせかいで脇汗がもう蛇口ひねったみたいに出てる俺を見ることになると思うけど痛いたですねええ。 はい、はいえー、そろそろお別れの時間になりましたけどこれから音楽的に新しく始めてみたいことやったり、うん、チャレンジしたいことありますかそうだね、まあ、もちろん自分のプロジェクトもそうなんだけど、はい、このヒップホップってまだこの今海外ではもうポップスとしても一番なんて言うんだろうな、まあ、メジャーな音楽になってるんだけど日本ってまだそこまでなってなくて。はい だからそのやっぱり自分のプロジェクト以外でやっぱヒップホップがもっとこの日本においてもっとお茶の間化されたり格好けがもっと上がるようなことをしていきたいなっていうもう頭の中ではあるんだけどこれ話すとね多分このセクションでは全く収まらないからまた今度ね個人的に話すわうわそれマジやべっすねみたいな、はいうん、でそれをやることによってやっぱりヒップホップが今シーンで止まってるのが、うん。 業界化されて、はい、業界になって、うん、でさらにこの大きなところに向かう絵みたいなのはもう見えててだからそれはもう実行に移すだけで、うんはい、見えた時って全惚れ実行に移せるっていうのが今までこのずっとあったから、うん、確実にこの実行に移して、うん、ヒップホップをもっとねシーンを大きくするっていうことが一番今ワクワクしてることかな。はい、そうなることにによっってやっぱ自分の、ね、活動にも、はい 他の若いアーティストの活動にもワクワクできるしとにかく本当にワクワクすることになんかもう命かけてやっていきたいなと思ってるねでも自分の引退まで全部もう見えてるからあそうなんですね、うん、引退も考えてるんですかもうあの全部そのステージがどう風かとかもう全部もう自分の中ではもうシナリオ決まってるねそこにただ向かってってるだけっていうだけだね。 何よりやっぱこう AK さんがずっとこう最善でやられてるのにワクワクされてるっていうのがやっぱそうだ、ね、他のアーティストにとっても下のヒップホップの子、うん、やってる子たちにもやっぱ、うん、そこが一番原動力になるのかな。そうだ,ね、だからもうやらなきゃいけないなった時点で、はい、もう俺はもう終わると思うからやっぱりそうやってワクワクするためにいろんな努力とか、はい、そのプレッシャーだったりとかいろ、うん、んなねリスクを背負うっていう、はい、まあそこかね俺の。 生き方は生き物としてかっこいいそんなことないです。いやマジでかっこいいです。今日あのいろいろお話聞けてよかったです。いやこちらこそ。本当に。ちょっと足りないんですけど。はい。また今度ね俺のスタジオでさあ遊び返してください。もうクズなところ八十パーセントぐらい見ることになると思うけど。はい。すべて吸収しないです。ぜひぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 えー、ワニマのベースボーカル健太がナビゲートしてきました。ワウミュージックいかがだったでしょうか。緊張した。AK さんめっちゃ緊張しました。でも本当にやっぱこう AK さんの話を聞いてて世間や時代に。 合わせずにずっとこう。最前線でやられてる方の話を聞けたっていうのはすごくありがたかったですね。だから、今度は ak さんのスタジオに遊びに行きたいと思います。ak さんありがとうございました。次回のゲストはウーバーワールドたくやさんです。フェスやったり、イベントではお会いしてご挨拶するぐらいはあるんですけど、こうちゃんとこう対面してお話しする機会がなかったので、またいろいろ聞きたいと思います。 来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、東京都大塾熊本県出身、ワニマナケンでした。